ってる。あなたは信じる。千葉大転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこあきです。アンバサダーのトイです。はい、昨日に引き続きトゥーランドブルイVlog です。 Vlog さん2人にお越しいただきました。やったー、ありがとう。いや、2日目で忘れるってことなんですか、うん、慣れたから1日見切れたの。そう、名前をちょっと紹介してもらってますけど、サムさんとマサキさんです。あ、そうなんですよ。はい、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、歴史の教科書に載ってないような真実を知る覚悟って皆さんありますか、うん、はい、本当に今僕たちは学校で習ったことが真実だと思って生きてきたんですけど、実は本当に伏せられてることってたくさんあると思います。そういうことで言うと、まあみんなね、いろんなその新約聖書とか、まあ、いろんな歴史を語ってるものってあると思うんですよ。例えば日本だったら、うん、まあやっぱり、まあ、日本書紀とか古事記とか、そう、古事記とかありますね。そう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 。ただね、皆さん竹内文書ってあんま知らないと思うんですよ。まあ小安さんでも以前扱ったと思うんですけど、これについて僕たちはまだちょっと浅かったと、その深掘りを今日してもらうと思ってるんですけど、昨日もめちゃめちゃすごかった。いや、あれエグかったっすね。そうで、さらに昨日ではちょっと言えないちょっとシークレットな内容が竹内文書にあるということで、これ結構やばいっす。生徒竹内文書のさらなる秘密深掘り動画を今日お届けしようと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、今回もですね、竹内の机の子孫が受け継ぐ裏歴史、生徒竹内文書について、はい、お話していきたいと思います。裏歴史、そうなんですよ、まさに日本神話ではこう書かれてるけど、はい、実際の歴史としてはこうやったよっていう、はい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 、そういうお話が聖刀竹内文書でございます、はい、今回ですね、聖刀竹内文書の伝承者さえも濁した古代日本の初代統一王の存在と、なぜこれらの王は入れ替わってしまったのかと。そんな王がおったんですか。おったんですよ。しかも入れ替わったって何。神武天皇とね、言われてるわけですよね。ああ、なるほど。以外の存在がいて、はい、なぜか入れ替わってるんです。今回はそこに突っ込んでいく回でございます。うわー、おもろ。そう、そしてその裏側には、なんと、ヤタガラスがいたんですね。日本最古の秘密結社と言われてるね。そうですね。このヤタガラスさんのお名前も丸裸にして、全部出していこうかなと。消されます。やばない？やばいっすかね、マジで。ちょ、ほんまちょっとなんか、助けてください、なんかあったら。シールドですか？無理ですよ、無理ですよ。1個前の動画に全部出てるんで。あ、そう。そんな感じで、あくまでね、1910年に竹内の清丸氏が公開した茨城系竹内文書とはまた別の、はい、で73世竹内の宿根を名乗る人物がね、公開した情報をもとにお話していきます。なるほど、はい、正しい方ね、だからね。そう、で聖刀竹内文書の口伝ではですね、まず無から始まり、宇宙が創生されるところから始まってるわけですよね。そういう話でしたね。そう、そしてさまざまな星々が誕生し、地球が生まれると、生命が誕生して一つやった大陸が分裂する頃に、はい、まあ、今でいう日本の岐阜県飛騨の暗い山にイザナギとイザナミという神々が地上に降り立ったと、はい、イザナギは統治王、イザナミは宰相という形で世界を統治し、16の王子たちを世界中に派遣して文字や文化を伝えました、ね、16方位に広がった王子たちは徐々に姿を変えていって、ある種族はその国にとどまったり、ある種族は日本に再び帰ってきたと。で、帰ってきた種族たちがアマテラス、サノ、スクヨミの種族だと。お、日本に戻ってきたアマテラスの種族とサノの種族はね、もうバチバチになっちゃって、はい、覇権をかけて争うようになり、ついには戦争にまで発展したと。お、そう、で、その戦いに勝利したのがスサノオで、サノオとアマテラスはその後ね、和解するために結婚して一つにまとまったと。そんな二人の間に生まれたのが宗像三女神ってことなんですけども、しかしね、アマテラスは腹の底で結婚してるけどね、サノオに対して、サノオめと、いつかリベンジしたるでと燃えたぎってたんですよ。なぜなら、アマテラスはスサノオとの戦争の時に愛する夫オシホミミが殺されてたから。そうですよね。それがもうずっと結婚してるけど根に持ってる。そうね。リベンジに燃えるアマテラスを尻目にね、でもスサノオは勝ったわけですから、うん、勢いづくわけですよ、うん、で、どんどん勢力を拡大していくと。ちなみにね、覇王スサノオはアマテラスと結婚したんですけども、その前にいっぱい妻がいて、はいはい、まあ、たくさんの子供がいたんですよ。で、スサノオの息子の中でも特に強い8人は八王子って呼ばれてて、あ、東京の近くにあるね。 それがまさにそうだって言ってるんですけど、へ、でその中でも最強と言われたのが大都市と言われるサノの息子さんやったんですね。しかしね、大都市はもうどんだけ強くてもね、王になれなかったんですよ。なぜなら、サノの国っていうのは末子相続って言って末っ子だけが王様になれると、へえ、そうなんだ、いう謎のルールがあったんですよね。長男のイメージですけどね。長男じゃないんですよ。そしてサノの末っ子がスセリビメと言われる女神やったわけですよ。で、このスセリビメと結婚した男性が次の出雲の王様になったと。その男性はね、外国人やったらしいんですね。中東の方から来たシュメール人やと。はい、出たシュメール。で、
そのセレビ目のハートを射止めたのが、そのシュメール出身の大国主やったらしいんですよね。そうで、大国主はもう海外から来てるし、もう周りからもね、なんであいつと結婚してんねん、セレビ目と。あ、めちゃくちゃ嫉妬かったんですよね。なるほどね。そう、もう佐野国の統治やし、もう頑張るしかない、俺は認められないとって感じでめちゃくちゃ頑張ってたんですけど、しかしね、佐野国でもなかなか勝てない強力なライバルがいたんですよ。ほら、それがもう超強い戦士、長曽根彦が率いる大和の国。お、奈良ってその後々ね、神武天皇が制圧してっていう話あるんですけども、一番最初は長曽根彦っていう、うんうん、もうすんごいスネが長い、キックの強いの。ほんまの話？ほんまの話？あの、想像ですけど、でもその話はでも長スネなんで、ほんまに足な、スネなかったじゃないかって言われてるんですけど、たくさんキックが強いから嘘ですけど、当時キック使ってなかったと思う。弓矢使ってましたよね。ちゃんとした、ちゃんとした。で、大国主はね、佐野国のトップになってるし、まあ、出雲の子トップになってるし、ええとこ見せなあかんと、うん、いうことで、長曽根彦に戦い挑むんですけども、あまりにも強いから大敗北してしまうと。で、長曽根彦にブワッと追いかけられて、もう追い詰められて、もうほんまおしっこ漏らすぐらいの状況になって、もう死んだ覚悟決めた瞬間に助けに来たのが佐野の最強の息子、大俊やった。おお、はあ、四男坊なんですけどね。なるほどね。この大俊が圧倒的な強さで長曽根彦に勝利して、大俊は大和を制圧して、最強の長曽根彦も家来にしたんですよ。おお、そう。だから大俊は、スサノオ国の王にこそなれなかったんですけども、大国主を助けて、誰も獲得できなかった大和の地を手に入れたってことで、一気にアマテラス、佐野、つくよみという三氏族の長になったんですよ。すごい。めっちゃ出世するやん。そう、めちゃくちゃ出世したんですよ。で、すごいな。ちょっとなんか割って入ってきて活躍したら、今だったらもう Google とかもう傘下に収めるでしょ。そう、まさにそういう。ガーファです、ガーファ。ガーファ全部収めますみたいな。そんな感じでもないな。アップルでもメタでも収めますみたいな。すげえ活躍するやん、わってきて。すごいんですよ。で、実際ね、いろんな書物にも書かれてるんですけど、イーハヤキのフルネームがなんでこんな長いねんっていう謎にも繋がるんですけど、そう、言いにくいから。そう、神様中一番長いんですよ、逃げ廃棄の名前が。それがアマテラス国テラス彦、雨のほあかり、くしたま、逃げ廃棄のみこと、って言われてるんですよ。千と千尋に出てくる白の本名は逃げ廃棄じゃないですか。このモデルにもなってるとも考えられる神様なわけなんですよ。なるほど。はいはいはい。名前の中のアマテラスの部分はアマテラスの神様だよっていうことを意味してて、はい、国テラスの部分はスサノオ国の神様だよ。なるほどな。そう、雨のほあかりはつくよみの神様だよってことを表してて、そのすべての名前が入った逃げ廃棄は三氏族全てを従える存在。おー、つまり、そう、古代日本の統一王と言える存在になったと。なるほど。これが名前で分かるんですよ。これおもろいね。そう、全部詰め込まれてるんですよね。分かりやすいけどね、なんかね。でもこの存在も隠されてるんですよ、気持ち。知らんかったもん。つまり逃げ廃棄こそが一番最初の日本の統一王という意味でのアマテラスであり、アマテラスが実は男の神様だったと言われる理由でもあるってことなんですよね。そうなんや。しかしね、まあ、サウの息子である逃げ廃棄が三氏族のトップになったわけですよ、うん、もう最強の存在じゃないですか、うん、なぜそれらの出来事は歴史の闇に葬られて、アマテラスの子孫である神武天皇が最初の統一王であるという形になったのかと。はい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 、ここでございますよ、今日のお話は。ここが重要なんですよ。はいはいはい、はい、つまり逃げ廃棄政権から神武天皇政権の交代の詳細っていうのは、政党竹内文字の伝承者である竹内睦弘さんでさえぼかしてるんですよ。なんでこれ言われへんと。何があったかは言えない。ちょっとなんか匂わせはしてくれてんねんな。そうなんですよ、うん、だからこれね、竹内睦弘さん自体は言いたかったんですよ。そうね、ただ役職上言えないからいっぱいヒント出してくれてるんですよ。直接言えないけどしれっと系図で書いてたり本とかに。ほうほう。だから僕みたいな感じで誰か拾い集めてまとめてくれへんかってことは思ってはったんじゃないか。気づいてくれと。僕が勝手に本人できないですからね、絶対。考察してくれと。そう、もうそのボールが渡ってきた感じです、僕は。ほう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 。そしてこの逃げ早き政権交代の鍵を握るのがあの有名な八田ガラスだと。はい、出ました。いうことなんですよ。え、これちょっとつながりすぎてない？そう、やば。そういうこと？そういうことなん。いろんな秘密結社とか思惑絡んでますやん。だって八田ガラス存在だけでもさ、うん、言えないことってめちゃめちゃあるじゃないですか、うん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 、そこでもそこで出てきちゃうわけでしょ、歴史の流れ。そうなんですよ、これつながるんすよ。日本神話でもね、アマテラスが佐野を地上に追放するっていうシーンがあって、佐野の子孫がね、地上頑張って整えていくんですよ。まあ、それが大国主なんですけどね、日本神話では。で、それを見たアマテラスが、地上最近いい感じやねと。ほうほうほう。よくよく考えた
わしは天の世界におるけど、うん、地上私らのもんやったよねって言い出したんですよ。わあ。でスタローの子孫の奥国主君にね、地上返してくれへんって言い出したんですよ。なるほどね。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、僕らも何代にもわたってずっと地上頑張ってやってきたのに、いや返してください厳しいですよって言ったんですよ。では戦争状態になっちゃうんですよ。なるほどな。でアマテラスはまず自分とこの天の神々を使いとして地上に送っていくんですよ、うん、ね、おー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 。でも大国主ってすっごいね、器がでかくて、地上に来た天の神がね、大国主に惚れ込んで家来になったりするんですよ。そうで、他の神様は、ある神様は大国主の娘仕立てる姫と結婚しちゃったりとか、おーおー、取り込んでいくんですよ。おーおー。天の人たちはもうキーってなるわけですよ。おーおー、グズグズやんかと。でこの時に大国主の娘さん仕立てる姫と結婚したのが天の世界出身の雨の若彦さんなんですよね。おーで彼はね、もう天界裏切って大国主の娘と結婚してるわけですよ。なのに俺地上のトップ目指すわとか言い出したんですよ。なんでよ。なんか調子乗ってたんですよ。調子乗ってたね。ってんな。そうそう。で天の神々もご立腹ですよね。うん、そう怒るよね。あいつ天界裏切りどころか地上のトップなるとか言うてるでと。おお。許されへんなってことで天からピューンって矢を投げて射殺したんですよ。え、すごっ。そんななんか次元転送弓矢みたいなのがあって、すごいね。ピューン。セライトキャノンや。さとついてくるやつバーンって来て、すごっ。死んじゃう。雨の若彦、天界出身とはゆえ出雲の王様で大国主の娘仕立てる姫と結婚してたので、まあ、葬儀はねもう盛大に行われたわけですよ。で当時の日本っていうのは亡くなった遺体をしばらく安置するもやっていう小屋を作って、うん、そこにねちょっと遺体を安置していろんな人々が別れの挨拶に来るみたいな、あー、なるほどね。そういう風習があったんですよ。でいろんな人がね、天界出身やったけどまあいいやつやったみたいな感じでみんなこう別れの挨拶に来るんですよ。ほう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 。で天の世界からわざわざこの雨の若彦の両親も来てたんですよね。おー、あーもうあんた地上行って何してんのよー言うても泣いてこう死んでる時にとんでもない大事件が起こるんですよ。何？それが別れの挨拶に雨の若彦そっくりの男が現れたんですよ。え、彼の名はアジスキ高彦ね、大国主の息子やったんですよ。仕立てる姫のお兄ちゃんなんですけどね。だから仕立てる姫からするとお兄ちゃんそっくりの人と結婚してみたいな話になるんですけど、なるほど。そう、お兄ちゃんめっちゃ好きやったんですね。かもしれないですね。ブラコン神様かもしれないですね。で妹さんは知ってたんですよね。迷ったらお兄ちゃんのそっくりやからねっていう感じなんかもしれないですよ。もう天から降りてきてる両親ですよ。びっくりするよね。は、息子が若い子が生きてたって言って喜んでもうハグしてもうたんですよ。でも当時ね、日本っていうのは死ぬっていうのはもう汚れなんですよ。へー。だからもう死者に間違えられるっていうのはもうすんごい侮辱やったんですよね。ああ、なるほどね。そう、これに味付き高い子でもブチ切れちゃったんです。お兄ちゃん切れちゃった。ブチーンって来て、死者と間違えるなんて何事やねん、うん、俺は友達や思ったから来ただけじゃいって言って剣を取り出して、うん、雨の若彦の小屋を真っ二つにスパーンって切って、転がった小屋をパーンって蹴り上げて、うん、そのまま出雲から飛び出たんですよ。そりゃモヤモヤする話ですね。モヤモヤだけにね。それ言うことしか考えてなかったんですよ。いやいや、聞いてた聞いてた。息子ね、息子出雲ね、うん、それこそシュート決めに来たの。いつ言うっすよ。高原さんもね、日本代表のあれやから。まあ、すごいサッカーのな、ね、マイナーやっぱさすがに。いや、この話いるって感じじゃないですか。おお、そうね。このカオスなエピソードの後にいきなり出雲の国譲りのね、クライマックスシーンに突入するわけですよ。おお。要は大国主が自分の国譲りますっていうシーンに入るんですよね。はい、その前にね、これがあるんですよ。はい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 。で、まあ、最後ね、いろんな死者送っても無理やから、問答無用の雷神ターミネーター2のあのやつみたいな、手が氷になるみたいな、おーおーおー、SF チックなそういう漫画みたいなシーン出てくるんですよ。すんごい神様が竹三日月なんですけど、それを送り込んでくる。これすごくて、竹三日月はもう海沿いにバーンとおったんですよ。大栗牛って言ったら大きい声量すごいから、ね、なやあの子やって言ったら竹三日月が座ってたんですよね。で剣をねバーンって刺してたんですよ。で剣を絵の持つとこを刺してて、こことんがってるじゃないですか。おうおう。その先っ先ね、その上に座ってたんですよ。え、は鋼鉄のを持ってたんですよね。なんでなんで、すいません、鋼鉄刺さっとん。刺さってた。ケツにぶっ刺さってた状態で遅いなって言ったんですよ。これ見て全員心折れたんですよ。確かにね。折れたらあぐらかいてたんですよ。おうおうおう。全体重がもう集中。あ、ちょっと俺が言った、俺が言った。すっごい状態やったから、おうわーってなって、おうおうおう、大国主国譲れって言われて、大国主はあかんこれ、いやもうちょっとほんま国譲りますって、うん、でも私も息子ももう大きいんでね、権力も結構そっちにあるんで、二人の息子に聞いてもらっていいですかって言うわけですよ。アジスキ高い君はもう出てますからね、その頃で。はいはい。で竹三日月はおなお息子に聞いてくるわって、一人の息子今年の主の方に向かうと、
釣りしてたのその人も戦争中やのんきやね。でものんきで、わあ私も全然国譲りますよって言って、で天の坂でっていう、要は拍手こうじゃないですか、こう逆にパーンってやって、で船をバーンって踏み傾けて、それをドロンって青芝垣っていうね芝垣に変えて、スッてそこに隠れて消えたって書かれてるんですよ。日本神話の中でですよ。で天の坂でっていうの、日本の古代日本では普段やってる所作を逆に行うっていうのは呪いをかけるっていう行為ですよ、うんうん、実際ね逆拍手やっちゃいけないって言いますからね、本当に。それを今年のやつやって姿消すっていうシーンがあるんですよ、うん、はい、これスッてね終わるんですけど、武見和知はもうその後、はい、もう一人の息子である武見中田にも国譲れって言うわけですよ、はいはい、で武見中田はもう武見和知と戦うんですけども、一応戦うんですよ。もう力自慢でね、武見中田もこんな巨大な岩を手でこうお手玉みたいな、すごいすごいすごい、だからやったらもうその武見和知手がピャーンって氷の刃にスパーンって切って、一瞬武見和知に腕ブチンって切ってポッポッポッって投げたんですよ。で腕がもう2秒ぐらいで腕なくなってるんですよ。武見中田腕が逃げろ逃げた、シャンクスっぽいのやめて全部無視されてターミネーターのマネージャーだから、ターミネーターついちゃいちゃう、俺もターミネーター好きやね、うん、アイルビーバックね、あ、俺も手だけどこれやつ、そうそうそう、はい、で、で、地上はそれで負けてアマテラスのものになったっていうのが、まあ、出雲の国譲りなんですよね。なるほどね。そう、でもこの出雲の国譲りのクライマックスシーンの前に出てきた味付き高い声のこのエピソードいるっていう、あ、あのモヤモヤするくらい、モヤモヤ、モヤモヤ聞いてこえてるやつね、蹴り上げてね、モヤモヤします、お前ね、あのシーン必要やったんかいな、確かにね。で、この日本神話のエピソードっていうのは、大国の人息子が3人登場してるわけですよ。最初に登場するのが、モヤを叩き切って出雲を飛び出た味付き高い声、はい、で、国譲りの時に不気味な天の坂で落ちて姿を消した琴城主で、最後まで戦った武見中田ね、で、大国主の息子の3人中の2人が出雲から飛び出たり消息不明になってるんですよ。確かに。で、その頃日本史上の流れをざっくり言うと、まあ、出雲の国譲りを成功させたアマテラスは自分の孫であるニニギを地上に送るんですよ。だから天の孫やから地上に降臨したということで天孫降臨っていうのが行われると、うん、そっからは天はアマテラス、地上はアマテラスの子孫がこう統治することになる、はい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 、って流れなんですけども、アマテラス子孫ね、なんか知らんけど出雲もらってんのに宮崎県の高千穂に降り立ったんですよ。なんでか。で、しばらく宮崎でこうね活動してたんですけど、何代か後、もう子孫が何人かなってからあることに気づいたんですよね。宮崎に降り立ってだいぶ経つけど、なんか知名度が低くないかと、なんか俺らアマテラスの子孫やのに全然知られてなくないかって。実際今の日本では宮崎がね、その岩とか残ってるの知られてないですもんね。そうだ、その当時の名残はあるんですけど、その日本史上の感覚で言ったらやっぱりメジャーなところは大和やったんですよ。ああ、そう、奈良、うん、なるほど。あそこに九州ですからね、だいぶ遠いけど、遠いね。大和に右早木ってすっげえやつが、大和を治めてるすっげえやつがいるらしいぞと、そいつ倒したらメジャーになれるから東目指そうぜって、もうバンドマンの思考ですよ。有名になりたそう、東に行ってメジャーなろうぜ、上京するしかない、上京物語なんです。まさにこの時東を目指したのが、はい、後の神武天皇である岩レビ子やったと。はあ、なるほどね。正統竹内文書でね、右早木は佐野の息子だって話あったじゃないですか。で、古代日本の初代統一王っていう扱いなんですけども、日本神話ではなんかよく分からんけど大和を治めてるすごい神様っていう扱いなんですよ、うんうん、なかなか怪しいですよねこの時点で。はい、怪しい。でも岩レビ子めっちゃ苦労して東の地を、いや大和を目指すんですけども、途中で右早木の最強の家来長恒彦と戦争なんですよ。まあ、強い兄ちゃん。そう、強いおじちゃんです。あ、おじちゃんね、ボコボコにされるんですよ。で、そこで一緒に行ってた岩レビ子のお兄ちゃんは殺されてしまう、うん、あら、うわ終わった、どうしよう、もう終わった、絶望してたところに現れたのがヤタガラスやったんですよね。なるほどね。そう、まあ、日本史上の流れではね、そこに繋がってくるのか。 それなんかヤタガラスがね、神武天皇を導いたみたいなこと言われますよね。そうなんですね。一回負けたんですよ。で、負けて要は太陽東じゃないですか。で、ヤマト奈良目指してたから太陽の子孫なんですよ、うん、アマテラス太陽神やからね。太陽に向かっていったから負けたんじゃねみたいな、こう、いや戦うならこう太陽背に折って背負って戦った方がパワーアップするんじゃねみたいな、うん、謎の理論があったんですよ、うん、はい、だからめっちゃ遠回りして、うん、三重の方から攻めようみたいな、うん、でこの道がもう山でややこしかったんですよ、うん、そこでガーガーガーって私が道案内しますよって言ってきたのがヤタガラス。ほう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 。ヤタガラスめちゃくちゃ万能ガラスで、もうアポとか取ってくれるんですよ。アポ村の長に行って、うん、今から岩レビ子というねすごい人が来るんですけども、従いませんかね、すごいこういうメリットがありますよみたいな感じで交渉してくれるんですよ。ええやつだよな。神武っていうのもつくだけ、
もう全部終わっておりますって言って、もう終わらせた。すごいやん。すんごいんですよ。で、長津彦との戦いでも、まあ一説によるとピカーって光ってね、もう、うわー眩しいってやって、活躍して、要は、実質、岩出彦軍、まあ、神武天皇軍を勝利に導いたのが、ヤタガラスなんですよ。へ、そう。そしてね、岩出彦は、ヤマトの支配者、ニギハヤヒと初めて対峙するわけですよ。ついに。ついに。で、日本神話に登場するニギハヤヒ、こんなびっくりするのかって言うんですよ。え、岩出彦さん、あなたアマテラス大神の子孫ですか。おうおう、いや私も天の世界出身なんですよ。おうおう、地上に降りたらうっかりヤマト支配してました。おう、当然すぐ譲りますよ、どうぞって言って、何の争いもなくて、長須猫をどうなんですかって、長須猫すごい反対してたんで殺しときましたって不自然なんですよ。不自然、ね、おかしいよ、ね、いつもみたいにね、なんかいろいろあったならわかるけど、あ、全然譲りますよみたいな、席譲るぐらいの感じで渡すんですよ。でやったーって言われびこはね、トントン拍子でヤマトゲットして初代天皇となったということなんですけどもね、はい、まあ、日本神話でもこの前逃げ早ひ世紀じゃないですか、あれもヤマト、言われびこ世紀の交代の下りがびっくりするぐらい不自然なんですよね、うん、そうっすね。そんなんで国譲りますかと、うん、そして言われびこを勝利に導いた立役者と言っても過言じゃないのが突然現れたヤタガラスですよね。確かに。でこのヤタガラスの正体何者やねんといろいろ考えてるわけですが、生徒竹内文書の口伝でははっきりとヤタガラスの正体についてね語られてるわけなんですよ。これ大丈夫っすか、大丈夫です多分。ヤタガラスの正体、正体、なんとね、その正体こそが出雲をぶち切れて飛び出したあの味付き高彦根だと。お兄ちゃん、ね、そう、そう、正統竹内文書の伝承者は言ってるわけなんですよ。でもね、どういうことやって感じですよね。おうおう、だって有月高彦根は大国主の息子やから、確かに確かに、いつもの人なんですよ。そうだね。で、大和の国譲りっていうのはそのいつもの国譲りのだいぶ後の話ですから、おうおう、関係ないはずやし、おうおう、生きててもおかしいし、確かに、いろいろおかしいんですけど、伝承者の方はヤタガラスは有月高彦根だよって言ってるんですよ。へえ、どういうことかというと、日本神話やったら出雲の国譲りが終わった後、その大和の国譲りまでだいぶ時間があったって伝えられてます。でも生徒竹内文書では実はそれ一代の出来事で、え、出雲の国釣りのすぐ後に大和の国釣りがあったよって言うてはるんですよ。あ、でもそうなんすぐすぐのこと、すぐすぐなんですよ。へぇ、つまりね、味付き高彦根がもやをぶった切って出雲出るっていうのは出雲への裏切りを表してると、うん、そんで出雲を裏切った味付き高彦根は大和の地に向かったと。だからわざわざ書いてるってことなんですね。そうなんですよ。なるほど。いや、まだなんですよ。まだやたからすじゃないですよ、この時は。要は、味付き高彦根はいつも何かしらの理由でブチ切れて飛び出して、ヤマトにいる逃げ早きに着きましたよ、ということなんですよ。よく考えてくださいね。国の王様やったら、いつもの裏切り者を快く引き受けますから。いや、そうよね。ちょっとスパイちゃうとか、怪しないってなるし。怪しい。でもなぜか逃げ早きは快く受け入れて、まあ、味付き高彦根相当いいポジションについてるんですよ。はい、なんでな。その謎を紐解くヒントが、ある神社の社殿にあるんですよ。うん、社殿。そう。ちなみにね、味付き高彦根をしっかりと理解する上で重要になってくるのが、はい、味付き高彦根と同じく出雲から姿を消した琴城主の存在です。ほうほうほう。でその姿出てきてましたよね。大国主の息子である味付き高彦根と琴城主はどちらもモヤをぶった切って蹴飛ばす。琴城主は天の逆手を打って姿を消す、はい、どっちもね、不吉な行動をした後に姿を消す、うん、確かに確かに、そういう共通点があるんですよ、うんうん、これはどちらもいつも裏切ったことを意味してるんだよ。なるほど。そう、つまり味付き高い彦根と琴城主は同一人物であるという可能性が非常に高いんです。そう、ヤタガラスっていうのは、まあ、後にカモシを名乗るんですよ、ね、はいはいはい、カモシといえばヤタガラスじゃないですか。そうですね。で、日本最古の神社と言われる大神神社の社殿、大神鎮座次第っていうのでは、そのカモシがね、ご先祖様って言って祀ったのがなぜか琴城主だと、へぇ、はっきり書かれてるんですよ。関係あるって話なんですね。で、大神鎮座次第ではヤタガラスイコール味付き高い彦根と記され、生徒竹内文書ではヤタガラスイコール味付き高い彦根だと伝えられてるんですよ。で、同じ行動を取るわ、君ようなほど伝承が一致する琴城主と有月高彦根。これだけでもね、有月高彦根イコール琴城主っぽいですけども、なんで逃げ早きに受け入れられたっていうのかはまだ分かんないじゃないですか。まあ確かに確かに。それではね、有月高彦根の正体を探るためにね、彼が祀られてる神社を調べてみましょう。おお、調べた。調べました。ヤタガラスの子孫であるカモシの氏神、要は先祖の神様ね、うんうん、を祀る神社といえば上賀茂神社と
下鴨神社なんですね。お京都最古の歴史を持つ上鴨神社では、まあ、カラスの真似をするカラス相撲とか、おありますね、ね、ヤタガラスみくじみたいなのがあって、明らかにヤタガラス感満載なんですよ。カラス感がすごい、カラス感満載、うん、そう、だから要はカモシイコールヤタガラスの子孫ってことなんですけども、全国にね、このカモ神社があるわけですよ。はい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 。その総本宮と呼ばれている神社が実は奈良県に存在するんですよ。奈良なんや。そう、神鴨って思いがちなんですけど、実は本宮はそこ、それが高鴨神社なんですよ。ほうほうほう。そう、ほう、日本最古の神社の一つとも言われる高鴨神社なんですけども、この鴨市の総本宮に祀られているのが味付き高彦根なんですよ。へー、いつもの大クリスの息子がなぜか鴨系の総本宮にバチンとはっきり名前付きドーン書かれてるんですよ。見てる側からしたら意味わかんないですよね。いや、そうっすよね。なんでなんでみたいな、ここまで掘り下げないと絶対わかんない。だって知らん人の多いじゃん。そう言ったけど、え、誰これ。味付きだけどマイナーなんで、だいぶ。しかもね、別名鴨の大神って書かれてるんですよ、うん、へえ。大神っていうのは二重に褒め称えた特別な名前なんですよね、うん、だからアマテラス大神とか、はいはい、イザナギの大神っていう、もう最高クラスの神にのみ与えられる、もうすごすぎる継承なんです。はい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 。それが何でか分からんけど、大国主の息子で、ね、日本史にちょこっと出てくる出雲を飛び出した味付き高彦根の名前に大神がついてる。これどういうことやねんと。おかしい、おかしいんですよ。なんでそんな敬われてんのこの人。出雲裏切ってますやん。確かに怪しいんですよ。怪しい、めちゃめちゃ怪しい。でこの謎は後で話すとして、ね、もう一つね、味付き高彦根と一緒に祀られてる神様にも注目なんですよ。はいはいはい。これがなんとね、味付き高彦根の妹仕立てる姫なんですよ。出た、セットで祀られてる。仕立てる姫も、まあ、大国主の娘として登場するんですけども、はい、高鴨神社では古くから味付き高彦根と仕立てる姫はセットで祀られてたよ、ね、兄弟なんや。兄弟やからね。まず、ヤタガラスとめちゃくちゃ関係の深い鴨社の総本宮の主祭神に味付き高彦根が祀られてるということは、もうヤタガラスイコール味付き高彦根ですやんと。確定やね。そう。しかしね、さっきの話やったら、まあ仕立てる姫と、まあ、味付き高彦根がセットで祀られて、まあ、兄弟やしなぐらいのことじゃないですか。実はですね、高鴨神社っていうのは三社で一セットなんですよ。高鴨神社が上鴨社、桂木みとし神社が中鴨社、そして鴨椿神社が下鴨社と呼ばれてるんですよ、うん、はいはいはい。この三社をセットで調べると衝撃の事実が明らかになるんですよ。何ですか。そう、まず鴨椿神社の主催人からいきましょう。それが琴城主と仕立てる姫。ほうほうほう。ここも二柱がセットで祀られてるんですよね。なるほど。だって上鴨社は有杉高彦根と仕立てる姫のセットでしょ、うん、で兄弟ですよね。おーおー。じゃあやっぱり有杉高彦根と琴城主はもう同一人物確定ですよね。なるほど。これはもうだって総本宮が言ってるからね。はい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 、はい。それではこの中鴨社に祀られてる主催人は誰なのか。誰、ここに大きな秘密があるんですよ。中鴨社に祀られてる主催人はなんと三年の神っていう。誰だ、誰誰だ、突然知らんやつ。ここに来て誰って感じなんですけども、一緒に祀られてる神様が大年、つまり右早日と高てる姫、うん、仕立てる姫ならぬ、うん、実はね、高てる姫っていうのは仕立てる姫の別名って言われてて、まあ、仙台九字本記では大国主の息子琴城主の妹が高てる姫であると、まあ、記されてるわけなんですよ。ちょっと名前変えてるけど、ずっと仕立てる姫が祀られてるんですよね。へぇ、じゃあ同一人物は、そう、仕立てる姫と高てる姫は同じ存在で。なるほど。なんで急に仕立てるから高てるになったのか分かんないんですけども、仕立てる高てる問題そうそう、問題だ、相撲部屋の争いみたいな。なんでね、高鴨社では仕立てる姫と逃げ早いがセットで祀られてて、かつ主催人が謎の三年の神、まあ、誰やねんと。中鴨社の社殿にはこう書かれてるんですよ。逃げ早いは佐野の子供ですと。で高てる姫は大国主の娘さんですよ。 そうですね。そして三年の神は逃げ早いの子供ですと。逃げ早いと高てる姫がセットで祀られてて、逃げ早いの子供が祀られてる。これはつまり仕立てる姫は逃げ早いと結婚して三年の神を産んだよっていうことですよね。なるほどな。別の女神祀られてたら怒られますよね、これは。そうだね。だから味付き高彦根は妹の仕立てる姫を連れて出雲を飛び出して大和に行って逃げ早いと結婚させてるんですよ。ほー。だから出雲のね、もう姫君ですから、はい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 、そんなん連れてきてくれて結婚させてくれたら、まあ、出雲に要は有利になるじゃないですか、うん、だからオッケーオッケーって受け入れたんですよ。なるほど。あー、すごい。そうだから出雲を抜けた後にすぐいいポジションになった味付き高彦根やったんですけども、はい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 、しばらくするとね、その大和の手を逃げ早日がすんごい重い病にかかっちゃったんですよ。おお。でもう大黒柱ですからね、大和も大ピンチやと。おお。でこのタイミングでずっと宮崎にいたアマテラスの子孫岩レミ子が大和を狙い始めたわけですよ、突然。もう狙ってた
ですよね。今やと。今やと。チャンスやと。そう。で、そのピンチを前にした、有田高彦はなんと、次は、大和を抜けて、岩礼彦、神武天皇軍に着いたんですよ。めちゃくちゃ、あれやね、悪いやつやね。悪い風にも見えるんですけど、まあ、出雲に続いて、まあ、2回目のホップですよね。裏切りとは言わないけども。で、この時に、有月高彦根は、ヤタガラスと名前を変えて、岩礼彦軍を勝利に導いたと。ホップ、ステップ、ジャンプや。ジャンプしたんですよ。もうね、文字通り。そして、勝利の立役者となった有月高彦根は、神武天皇の即位をサポートして、生まれ変わった新たな大和においても重鎮となったんですよ。なるほどね。それは交渉もうまいでしょうね、まちまちでも。すごい。めっちゃ仕事できんねん。そうなんですよ。すんごい賢い。なるほどね。これだけじゃないんですよ。今の僕らの日本にも繋がってくるんですよ。なんであんなすごい人扱いされてたのかというと、神武天皇が即位した後にね、妻を探すわけですよ。で、伊助頼姫っていう女の人と結婚するんですよね。で、その二人の間に生まれたのが第二代水勢天皇っていうね、存在なんですけど、実はね、この伊助頼姫を記とかで読み解くと、なぜかお父さん、琴城主になってるんですよ。え、あ、もう危機だけ見るとわけわかんない。いつもの人やからね。そうね。でも日本書紀でもはっきり書かれてるんですよ。 え、どういうことってなるんですけど、要は伊助高彦といえば琴城主ですよね。要は自分の娘と神武天皇結婚させてるんですよ。え、めっちゃ策略家やな。そうなんですよ。あの、藤原氏がやってたやつですよ。やばいね。自分の娘を天皇と結婚させて、おじいちゃんになって権力を得るっていうの、実はこの頃から、有月高彦は2回のホップを重ねて、最終的に天皇のおじいちゃんになったんですよ。そして絶対的な権力者となった有月高彦根が、表にこそ出ないんですけども、天照大神と並ぶ、鎌の大神と呼ばれる存在となり、裏天皇として君臨したと。だから裏天皇って言われてる。そうなんですよ。なるほど。そう、裏天皇のルーツを知るためにこの歴史がめっちゃ重要なんですね。すげえなー。すごいね。初代から絡んでるし、すごいよね。だからもうわしのサポートなかったら勝たれへんかったやろみたいな。これは日本最古の秘密結社言われるわ。そうなんだ。というかその天皇がちゃんと裏天皇を認めてるというか、いまだに存在させてもらってるのは、そういう歴史があるからだよね。なるほど。これめっちゃ重要よね。お世話になりまくってると。で、僕はちょっとね、誤解してほしくないのが、まあ、これだけ見ると、有月高彦根ってのは悪者やんみたいな、最悪やん、いつもに続いて2回裏切ってるやんって、相手からしたらヒールよな。そう、そうね、かになるんですけども、彼にもね、いろいろと事情があったんですよ。まあ今回ね、さすがにそこまでは話せないんですけども、まあいろいろあったんやなと思ってもらえたら、まあ幸いでございます。お金もらってんのこれ。有月高彦根からもらってるんですよ。アンケーアンケー。これ高彦根のイメージ。いや、宝さんアンケー。何のキャンペーン参加してるんですか。え、ヤタガラスの意思によって。すごいな、どんだけのお金動いてるんですか。自分の口座にヤタガラスが振り込まれて、ちょっと自慢したいよ。それ多分スクショしてツイッターあげますよ、それ。我慢できず消されるよ。消されるお前。バズった後消される。なるほどね。ということでね、これがね、日本神話やね、生徒竹内文字に隠された裏歴史でございます。これは知ってる人少ないんじゃないかな。すごい、めちゃくちゃ面白かった。この考察してる人多分いない。いや、もうめちゃくちゃすごかったわ。初めて聞いたよ、それは。ただこの他にも、天照大神と佐野の間に生まれた宗像三女神、何者なんとか。確かに。1日目の時もそれだけは言えないって言ってたもんね。それも僕考察してます。じゃあ僕もし今日高評価が1万いいね以上いったら、じゃあ続きということ。もちろん聞きたい。やっていただけますか。ぜひ全部言います。見たい人います。ちょっと高評価ポチッとお願いします。お願いします。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。僕たちはトゥーランド Vlog さんの方にも出てます。はい、ぜひ見に行ってください。面白かったです。というわけで、はい、本日の鳥肌スコアはやっぱり3ですね。3やっぱヤタガラスなんで。あ散歩足の、あの、ね、全然さすがちゃいますよね。今考えてなかったから今。ほんま超優しい。いや、ほんまに超優しい。超優しい。最大数を知らないです、まず。これ最大数、あの、無料対数とかもある。くださいよ。多い。くださいよ、その無限のやつ。あ、いやいや、マイナスとかもあるんで。はい、はい、大丈夫です。はい、本日の鳥肌ポイントは、やっぱりね、74代目、スクネさんにね、今日はいろいろお話していただきますけど。スクネさん。違いますから。もうサム語って、あの、サム、仮の名前、サム仮の名前じゃないんで。ぜひ、はい、チャンネル登録、よろしく。お願いします。ありがとうございます。はい、それではお願いします。See you. Bye. ありがとうございます。愛に効く薬なら、これを取れよう。素晴らしい日々に黄昏れて、眩からの